このブレイブニューコモンズは NFT を使ってデジタルアート作品を販売するプロジェクトです。NFT という発明で作品に唯一性を与えることは素晴らしいことですが、そもそも複製技術の上に成り立っているデジタル作品にとって、うん、実際的には原理的に座りが悪いという感じがします。そこでデジタル作品の自然のあり方としては、複数の所有者によって、つまりコピーをされて複製物として 分散所有してもらうことが正しいように僕には思えるわけです。このことを実証しようということで、2021年に実際の展示販売を行いました。まあそのために、えー、その夏、2021年の夏頃にですね、実家に保管してあったマック、マッキントッシュ、なんか3台も持ってますけど、引っ張り出してきて、 90年代80年代のデ,データファイルをフロッピーディスクの中から発掘したというわけです中でも象徴的なのはこの単純な画像ファイル1989年1月27日にマックペイントで描かれテンプというファイルネームで仮に保存されその後二度と開かれたことがない 明らかな書きじまあそういうデータが発掘されましたこの作品にまず100万円という値段をつけましたで最初の買い手は100万円を支払いますが2人目の買い手はその半分の50万を支払います3人目はその3分の133万333円という具合に、えー、価格が下がっていきます まあ実際には912人の買い手がついて、えー、最後には1人当たりの価格が1096円にまでなりました。この販売を通して実際の価格の効果という経験をしました。えー、所有と価値ということに関してとても特殊な経験をすることになりました。 まあ、つまるところデジタル作品の価値というのはその価格によって決まるわけではなくて、むしろどれぐらい多くの人が所有しているかということが大きな価値になるのだと僕には思います。